元町一効果です。まめさんええやん。乾杯。料理いっぱい食べられんからみんな元気になる。チューハイいいね。さあ元町一そう第一効果、元町一効果です。行こう。ここは面白いけど結構、ね、最近シャッターなのよ。うん。ここ通って。通った？通って、振り返ってみた。やっぱここ行かない。こんな文句言って大丈夫な？いやいや、もう一本道やから。マメさんの上着と売ってたんやな、安うでな。そのなんか布着きで行けばいいで大丈夫。あ、そうな？うん、布着きで。全然ちゃうで。着てるからな、マメさんなんかな。肩からな。めっちゃ寒かったもん。いや、こっから寒くなって。なんで？だって夜になるかな。あ、これチャンピオンの、これいいね。チャンピオンプラグの。かわいいやつ。ちょっと待って。これいくらな？値札貼ってない。セール。50%。あ、もみさんこれ安いで。どれ？2400円これ。おしゃれやん。かっこいいね、これ。これちょっとかっこよくない？ええー、なんこれな、抜くそうやな。抜くくはないかもしれんけど。いや、風切って抜くそうやで。うん、2900円でそれかっこいいと思うよ。うん、じゃあ買おう。買う、うん、こっちでもいいんちゃう、これ。ほら、これもかっこいい。5800円か。5800円だめやな。じゃあこっちの方がええな。そっちの方がかっこいいな。いや、かっこはどうかわからんけど、それ高いな。これセールじゃないわ。あ、これ3800円。醤油かかって、かっこ悪いからな。マミさん、それ結構かっこいいで。あ、もうこれ買う。あ、それ買う？マミさん、それ着なよ。マミさん、どんどん。寒いから。マミさん、それ買う？うん。それかっこいいよ。うん、それ2900円でいいんちゃう？ほんまに2900円やろ。5800円か。50% オフやもん。一回聞いてみなよ。それ2800円、2900円で買いなよ。マミさん、お買い上げでございます。マミさん、ええやん。マメさんちょっとこっち向いて。マメさんちょっとこっち向いて。いや、かっこいいやん。マメさんそれ前止めた方がいいで。前閉めた方が。閉めた方がいい。絶対閉めた方がかっこいいと思う。醤油目立つかな。まあ醤油だ、飲んだに大丈夫やで。あ、でもこれ醤油や。うん？醤油な。そうなの？違う違う、昔はそうなんです。海外も逆やってするよ。そう。あ、いいやん。いいやん。あ、マメさん止めん方が似合ってるわ。マメさんも止めん方がいい。止めん方が似合ってるわ。どっちやねんな。マメさん止めん方が似合ってるわ。マメさんが古着着てるってなんか微妙な感じもするけど。似てるのがすっごいよ。まだ撮ってませんよ。いいやん、エビス。ハーレーのダブルの。あ、いいやん、まだもうちょっと遠くなってもいけるけど。あ、いいやん、いいやん。これ何本？6500円？深い。6800円。6800円。あ、いいやん。税込み？似合うか。いいやん。こんなだけおらへんで、金魚に。かっこいいやん。ないですよ。なんか、あの日本で見つけられるね。ハーレーの。あったかいのかな。エビス、それは買いやで。あ、中キルティーブ。値打ちあるよ。名前だけでも値打ちあんちゃう。俺が自転車で200キロ出しても寒ないわ。まあ大丈夫や。だって買っといた方がいいと思うよ。買っとき、買っとき。ボタンなので外してもらって。お買い上げ。お買い上げ。エビスええやん。よかったな。はい、お前、ほんま。すごく綺麗ですね。あの、かっこいいから、もうサイズが、あなたも。女性の方も着てみようとされたんですね。そうだね。女の子であれキッズサイズも。お前何で逃げてきてん。まあまあ、あれ着ていくねんと、これから小学校に。あれ着てお前、ランドセル背負っていけ。制服あるもんな。いやだ。制服あるもんな、西区はな。面白いね、ここ。バッチンの動画好き。ん？バッチンの動画好き。うん、仕事やから。ドクターマーチンの本番も。シーさん、これ今度こんなにやる。すごいでしょ。いいですね。いい店。うん、素敵。なんて店？わかんない。私は何買いたいんですか？パパス。パパスハット。パパスハット良かったね。あ、見て、時計仕掛けのオレンジの T シャツや。あ、うまい。パパズハンドやって。パパズハンド。昔ね、なかったの、あの店。パパズハンド。
あの店ね、マッカスなかった。いいね、いい、いい店。最近。面白いね。ほんまにかっこいい。いい感じ。おしゃれ。豆さん、よかったやん、だってそれ。浮かれとんな、豆さん。浮かれる豆さん。浮かれる豆さんです。いや、よかったよ、買って。2900円。まあ、税込み3000円でしたけど。休憩中やな、豆さん。僕は休憩中。バギア。住みて。かわいいね。向こう一緒。すごいね。蛇とかめっちゃいるやん。ゴキブリみたいなもの持ってる人いるからね。かわいらしい、ね。ボコボコやな。かわいい。だって寝てるよね。こうやって慣れてたら寝るんよね。かわいい。かわいい。ほら、トローンとして。俺見てかわいい。あ、ほんま寝てる。めっちゃ寝てる。ほんまや。ほんまなん？ほんまもほんまも。かわいいのめっちゃかわいい。さ、寒いしちゃう？熱い国のやつなんじゃない？ちょっとヘビも見るよ。はぁ、でかっ。わ、で、下がペラペラしてる。いや、かわいい。下ペラペラしてる。すごい。お前も爬虫類みたいなね、ヘビス。うわぁ、めっちゃかわいい。これいくらですか？いや、買うんかい。いや、買えへんけど。これだけ大きくなったらどうなるんですか？小さい方が安いんですか？ちっちゃいのが今奥に2匹ぐらいいるんですけど、あれは1万5千円。そんな大きなったら高いの？かなぁ、多分。だでもこの子は売り物にはしない。あ、そうなんだ。だってペットやもん。3万、看板とかあげる。もう嫌なんかな。降りようか、降りようか。すごいな、パーカーついてるで、ほんで。これかぶれるようになってるやん。めっちゃぬっくい、この子。あ、これがぬっくいんか。ホットカーペット。わ、ヘビ出てきた、ヘビ。ヘビさん、お前。ヘビさん、お前。ヘビ、ヘビ出てきた、ヘビ。後ろ見てみ、後ろ。ヘビ。後ろ見て。綺麗な。ベルトみたいや。ピカピカやん。ヘビさん、見てみ。これが、これが。これが、これが。これ、こっち見てる。違う、違う、こっちやろ。お前すごいな、かわいい。うわ、あ、気持ちいい。ひんやりしてる。おしろつば。おしっこピューってかけないんちゃう。見つれるな。お前どんだけ、お前感情のない子供やねん。すごいな。匂いで、匂いで拭いてる。かエビさん、かぶしてもらえ、かぶしてもらえ。おお、ママのとこ来た、ママのとこ。おお、わあ、かわいい。ピースしちゅ、ちゅって、ちゅ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 、ああ、ママのとこ、めっちゃ気持ちいい。ピースして、なるべくギュッて挟まないようにして。うわあ、噛まれへんのこれ。わあ、わあ、気持ちいい、なんかすごい気持ちいい。かわいい。あんまり握るとこう嫌がるからね。こうやってこうやってそーっと。もうやめて。エビス、もう嫌になってきたんや。かわいい。ありがとうございました。あ、大丈夫。前だから大丈夫なんや。他の人に。コントカギが。お姉さんすごいな。お姉さんすごいな。ありがとうございました。面白い。豆さん行くで。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん行くよ。おじいちゃん行くで。おじいちゃん行くよ。面白い。脱皮、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 脱皮するからや。爬虫類やしや。もうじゃあ三番街はやめといて。店行くか、どっか。もう入る？その辺店ある、そこ。もうお店行こう。うん。あ、めっちゃ可愛いやん、そのつなぎ。いや、俺も今。エリス。めっちゃ可愛いやん。これいいやん。イカリアさんです。いいね。ちょっと大きいんか。いや、でもそんなもん、ちょっとしたら行けるかな、裾だけも。それ何本？5,500円。まあまあすんな。まあまあすんな。まあまあしようね。この上にあるカレー屋さん、この上にあるカレー屋さんがね、とても美味しいらしい。どこに書いてある？あれか、マンドリルカレー。
から行くの？ここね、いや行かへんから行かへんけど、行かへんけど、このこのカレーのところに、このカレー屋さんがめっちゃうまいらしい。今回ね、このカレーね、まあちょっと今回行きませんけども、マンドリルカレー、マンドリルカレーです。まあそこじゃなく店が着きました。串カツ？こけた？何してんねん。何落としとんねん、エビス。吐きだ。串カツ吐きだでございます。こちら行きます。タイム6時までなんか安いっぽい。タイムサービス。いいよ。すいません。4人。うるさい。どうしよう。行きましょう。エビスお前一番奥行こう。ちょ、ナトリ一番奥行かして俺。俺奥行かして。これええわ、この上着抜くよ。吐きだめ、吐きだめなんや。吐きだめなんや。吐きだめっていう店なんや。すごい名前。ありがとう。さあ今タイムサービス6時まで食べ、今だって全然6時なんか乗ってないの？なくないよ。あ、じゃあ、もう15時で6時な、うん、いや、頼もうや。じゃあでもね、ここね、普通に、うん、私たちこういう一品をいつも頼まへんねんけど、うん、こういう、串カツ、うん、あ、そうしない、それ頼んで。串カツが、うん、ね、めっちゃ安いの。これ70円だよ。あ、ちょっと値上がりしてるわよ。70円。シーシェバル大丈夫？大丈夫？70円で、うん、で、これをだからこうやって串を好きなんをやっぱ高くても100円とかやから、あ、いいやん、じゃあこれ一緒や、好きなやつを変えていったらいいと思う。適当な、じゃあ適当な、適当に頼んで、お任せします。乾杯。エビス乾杯。わあ、ここにストローがある。ここに無理や。チューハイライムです。まあ、たっぷりやない。俺も今日帰りたないわ。もうどうか寝て帰るわ。もう一緒か。来たね、すごい。串カツと豆さんのキュウリ。でも全部4つずつぐらいだよ。ナスも、ナスも入ってんねん。ナスもいいね、はい、すごい。いただきます。ハファフ、ハファフなってんの、ハファフなってんの、うん、いただきます。あ、このたこ焼き、たこ焼きよりはまだぬる。あ、そう。そしてこれ食べたい。うまい。天王寺の串カツよりこういう方が好きやな。あ、ほんまに。あ、ほんまに。あ、ほんまに。あ、この天王寺の方で牛はうまかったね、牛は。まあな。最初一口目に買うって言ったら、うまかったな。おいしい。あ、いいよ、全部食べて。あ、うまいな。おいしい。あ、おいしい。いや、いいな。あと俺もタケノコとかそんなが好きやからね、ピーマンとかタケノコとか。ママさん基本的に昆虫やからな。あ、昆虫はでも気の知るそうやんか、うん、俺はそこまでひどくはない。誰の知るそうの。最近人間の知るも踏んでないわ。そうだ、そう、やばいよこれ、すっぱり。ほら、あ、これ、これ、これ、うんうんうん、ほんまにいいや。これ待ってて、待ってて、待って。うん。こんな貧乏人なんか買われへん。喋って。喋ってみ。買い物しないでしょ。する。するよ。だっていかんと卵も買われへんし。何も買われへん。卵さえあったらハムと卵でなんかできるしさ。卵入ったらハムと卵、ハムエッグ。ハムエッグやん。そう、値段変えずに 6個入りとか8個入りになってるんです。それ高もん卵買えたら違うねん。今まで10個入ってたのがやつになってるだけやねん。こいつらこうやってたら消費者 バカやから気づけへんわ思ってる。あ、すごいすごいすごい。中身の量減らしてる。しいたけめっちゃうまい。しいたけめっちゃうまい。めっちゃうまいな。しいたけめっちゃうまい。かわいいね。おいしい。めっちゃうまい。しいたけめっちゃうまい。これ何これ。しいたけ当たりやな。マインクラフト。マインクラフト何やったの。何これアプリ。猫は入れない。これね、何で買いできんの。猫何てやつ。トム、トムっていうプラアプリで遊んでるの。うん、この子がトマスの子供がめっちゃハマってる。ずっとこうしてんの。子供ちゃうの。これこれ、これさっきのやつどうやってんの。これ喋んの、喋んの、どうやってんの。なんで、あ、あ、
恵比寿。恵比寿。恵比寿。面白いな。恵比寿に取られました。何何？何何？言ってるやん。あ、これアジア。あ、これ当たりやな。このアジア。アジアです。のんびりこの好きやわ。あ、うまい。アジフライ要はな。可愛い子になった。嬉しい。うまい。やっぱ店入んのもええな。まだ揚げ物食ってキャベツ食ってまだ靴さっぱりさせた後に漬物食ったらまたさっぱりすんねや。ダメだ、大体だけど野菜やろ。うん。大体野菜食うとる。俺いっぱい食べられへんからみんなお腹空いたら食べてや。僕ええかい。元気になるチューハイ試しました。ママ。ママ。ママ。ねえねえ。ねえねえ。ナトリちゃんの方が大好きだよ。ナトリの方が好きな？ママ大好きだよ。たまに会うからな。たまに会うからな。ママとナトリちゃん好きだよ。どう？はい。ここなみしや。元気になる。今何が入ってんのこれ。バターエキス、ニンニク、ニンニク、スッポンエキス。おじちゃん、カキ。アスパラギン。アスパラ？アスパラギン。アスパラギン。アスパラギンってのはすごいそういう成分。はい。ママ。元気になる。チューハイ。いただきます。ママ、おじちゃん、おじちゃん、あ、でもオロチュやから、オロナミンシやほんま。飲んでみる？濡れるで、きっと濡れる。濡れた？キングホルモン、はい。あとは来たよね、牛ホルモン来ました。牛ホルモン来ましたよ。牛ホルモン。ホルモンどこにある？出てきた。ホルモン出てきました。仕上げ、仕上げその。すんごいなんかこのなんかホルモンだし濃い匂いがしてるね。うん、千枚これ。これ食べちゃう千枚ちゃん。なんやかんややっぱねポテト食べたいね。あと元気になるチューハイ元気になるんかな。ほんまかっこええぞ。お疲れ様です。